皆さんこんにちは、うたんです。本日はですね、ルーちゃんが残業で遅いですということでね、本日はルーちゃんにご飯を作って待ってみたいなと思います。まあね、いつもね、ルーちゃんとは一緒にね、テイクアウトしたり帰ってからご飯作ったりとかするんですけど、今回はね、うんたんが一人で作ってルーちゃんを待ちたいと思っております。でね、何作ろうかなって考えた時に、俺の得意料理って何かなって考えたんですよ。ホイコーローが出てきたんですよ。まあね、なぜホイコーローかっていうと、やっぱりね、豚肉とキャベツ、それさえあればね、作れちゃうんですよ。そちらの方をね、りゅうちゃんに作ってあげたいなと思っております。ご飯の方は、まあ、今からね、炊くとちょっと時間が間に合わないんで、そちらの方はね、ちょっとパックご飯でちょっと今回我慢してもらおうかなって思ってます。でパックご飯とホイコーローと、あと一つね、何かスーパーで見つけて、まあ、買ってるーちゃんと一緒に食べたいなと思います。さっき LINE 来たんですけど、ちょっと時間がないんで、ちょっと今すぐ買いに行きたいと思います。行ってきます。ホイコーローゲット。よし、無事買うことができました。今から家に帰ります。買ってきました。今回はね、ホイコーローを作ると皆さんに言ったんですけれども、ホイコーローとちょっと健康的なね、サラダ、ルーちゃん、ちょっとあんまサラダ取ってないんで、サラダも買ってきました。みんなに見せよう。出た、じゃかサラダ、ホイコーロー、砂糖のご飯、豚バラにローストビーフ。今回はこれを使ってルーちゃんに料理をしていきたいと思います。まあね、ルーちゃんね、帰ってくる間に雑談をね、したいなと思ってるんですけど、もう最近はもうずっとゲームしてますね。ルーちゃんにね、教えてもらったね、謎のゲームがあるんですよ。意外にちょっとハマってしまって、なめこ栽培。最初ルーちゃんこれ面白い、昔やってたって言ってて、これね、ちょっとね、舐めてたんですけど、いざやってみるとね、レアなめこをね、手に入れるのもね、すごい嬉しいんですよねあとね、中国語勉強したり筋トレしたり、前にも紹介したことあるかもしれないんですけど、ダンベルがあるんですよね、うちに。この4キロのダンベルをね、毎日こう、ってやって頑張って鍛えてますあとね、最近は中国語勉強めちゃめちゃ頑張ってます。今ね、第3課にちょっと入ったぐらいなんですけど、まあ1課1課ね、結構濃い内容になってまして、なんか同じ単語ばっかり出てくれるんで、その単語も結構覚えられるんで、すごくいい教科書だなと。この教科書の一番のいいとこは、台湾の文化も学べるんですよ。これね、ルーちゃんにいろいろ背景を教えてもらいながら聞いてると、すごい頭の中に浮かんで、以上です。そろそろね、ルーちゃん帰ってくると思いますんで、それまでにちょっと作りたいと思います。で、早速料理作っていきたいと思います。カッティングからしていこうかな。カッティング、キャベツ、キャベツ。そしたらざっくり切っていきたいと思います。いや、久々に作るな。ちゃんと作れるかな。まあね、基本的にルーちゃんは何でも美味しいって言ってくれるんで、そこは問題ないかなと信じてますオムライス作った時とか結構緊張したんですよ、久々に作るから。まあルーちゃんならきっと美味しいって言ってくれると信じてますよし、そしたら次はお肉切っていきたいと思います。ちょっとこの体勢も辛いな。この感じだとちょっとルーキッチンを思い出す感じだね。包丁は最近買ったもので、めちゃめちゃ切れ味いいです。新品の包丁使うのってすげー気持ちいいな。まず油、油。よし、じゃあ炒めていこうかな。やりすぎたかな。ダメ、炒めて多すぎたキャベツ祭りじゃあまあこれがね、焼いていくごとにどんどんね、甘みを増していくんですよ。いいね、パチ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 いってる。そしたらお肉いきたいと思います。キャベツって焼くとめっちゃ甘み出て美味しそうな匂いになりますよね。そう、料理っていつも取り掛かるのに時間かかるんだけど、やり始めたらいろいろね、やりたくなってきちゃうんだよね。ほぼほぼキャベツいつもこの切れ端をそのまんまにして怒られちゃうんですよね、ルーちゃん。よいしょ。いいね、これこれこれっすよ、これ。今回ちょっとキャベツ多かったからちょっと味が薄くなっちゃうかもしれないな。はい、ちょっと文旦飯は男っぽいな、やっぱりな。ちょっとおしゃれな感じで料理してみたいもんだけど、皆さんキャベツはシャキシャキ派としっとり派どっちが好きですか？鍋とかの時にこういう野菜系シャキシャキの時に食べたいっていう人と、しっとりした時に食べたい人、結構分かれると思うんですよ。
まあ、結構自分の周りではしっとり派の方が多いんですけど、自分はねどっちもいける派で、結構ねシャキシャキで食べちゃって怒られることが多いですね。よし、オッケーオッケー、できたぞ。ちょっとみんなにも見せよう。来たじゃんか。うわ、めっちゃ美味しそう。これは早くルーちゃんに帰ってきてほしいぜ。ご飯チンしていきます。そしたら佐藤のご飯大盛りをねルーちゃんと2人で食べようと思いますんで、ご飯を作っていきます。600W、3分。よし、ドゥドゥドゥン。はい。じゃあ3分待ちます。それではサラダを盛り付けていきたいと思います。ローストビーフをこの上にかけて、お、待ってね、ごま油、ガーリックをね入れていこうと思います。これ美味しいやろな。ほら美味しそう。これだけでもね美味しそう。今回はこれとこのホイコーローでご飯完成です。イエーイ。入れていきたいと思います。よしよしよし、わー美味しそう、簡単。あ、ルーちゃんからもうちょっとで帰るって来たな。お、帰ってきた。おかえり。よいしょ、お疲れ様。よいしょ、シンクーラー。マジ怖い。作りました。ご飯作ったじゃん。すごい、動画撮ってんじゃん。動画撮りましたよ、ルーちゃんのために。髪がダサい、やばい。俺も今日ダサいよ。ご飯作ってくれたんだ。作りました。ありがとう。思わなかった、ありがとう、嬉しい。食べましょう、食べましょう。ルーちゃん作ってくれたじゃん。ローストビーフじゃん、自分で作った。なわけ。あ、なんかパックみたいなやつ。そうそうそう。え、どうしよう、先にホイコーロー食べていい？食べてください。ホイコーローが大好きなんですよ。美味しいかな。え、絶対美味しいでしょ、ふーちゃんが作ってくれたら。何でも美味しいよね。え、仕事終わり、これが最高。初ホイコーロー。でも美味しい。おお、よかった。ねえ、仕事帰り、本当嬉しい、こういうの見て。楽そう、本当に。ねえ、あまりないじゃん、作ってくれたの。僕は最高。感動した。なんか今日はちょっと仕事ね、物が多くてちょっと疲れてて、うん、まあ、家に帰ってどうしようかな、まあ、ちょっと食欲もないなと思って、なんか帰ったらまさかふーちゃんが作ってくれて、食欲がめっちゃ出た。急によかった。幸せもんですわ、私。うん、だってもともと今日は中国語食材取りたかったんですよ。そうそうそう、本田の中国語勉強を最近頑張ってるから、うん、で仕事が遅くなって取れなかったって送って、まさかこんなの作ってくれて、しかも動画撮った。なんか嬉しい、本当に。ありがとう、ふーちゃん。ご飯進むしょ。うん、めっちゃ美味しい。でもキャベツもうちょっと柔らかくてもいいかなと思ってる。自分はね、どっちもいける派で、結構ね、シャキシャキで食べちゃって怒られることが多いですね。分断結構ちょっと硬い方が好きなのかな。そう、さっき皆さんに鍋とか時に俺はシャキシャキ派なんだけど、ルーちゃんはしっとり派だから、俺が先に取り尽くしちゃってルーちゃんに怒られるって話でした。怒ってないよ、食べるものがないだけ。これで明日も元気いっぱいで頑張れる。あ、よかった。夜は何度ディズニーチャンネル見るの一番幸せ。前トイストーリー4見ました。トイストーリー4は私とウェンダンどっちも見たことないから、どっちにとっても初めてで、一緒にワクワクな気持ちになって、そう、楽しかった。俺はあとピーターパンとか見た、あとピノッキオ見た。あとリトルマーメイドと不思議の国のアリス。全部じゃん。ほんとふーちゃん料理うまい。ちゃんと全部肉とか野菜とかも全部ソース締め込んでるよ。美味しいよ、めちゃくちゃ。よし、サプライズ成功。ルーちゃん野菜食べてないよ。うん、分かった。もうルーちゃん専用の野菜にしたんだから、あなた野菜あんまり食べないから。肉だけじゃないよ、分かってる。なんで嫌いなの？野菜が嫌いじゃないの、サラダがあまり好きじゃないだけ。台湾人は絶対野菜を料理してから食べるの、いつも。え、じゃあサラダ食べないの？食べるけど、なんか日本みたいにシャーって食べる感じじゃないね。ごちそうさま。ごちそうさまでした。我们稍微有点吃不完，所以想说当明天的早餐来吃。今日の晩ご飯、最近食べた中、誕生日を抜いて一番好き。おお。この1年一番好き。ウーバーイーツ出そうかな。違うよ。だから
温泉旅館とかそういうのも全部なしで、私ふーちゃんが作ってくれたものが一番美味しいと。おお、嬉しい一言をいただきました。なんかね、さっき食べてる時にじわじわで泣きそうだったよ。おお、なんかあなたが作ってるのなんかちょっと想像して、食材買いに行くのも想像して、もうほんと泣きそう。でも大変だったよ。うん、してる。とりあえず成功。今度ね、私がサプライズしよっか。じゃあルーちゃんのサプライズってお相撲さんだったりとか恐竜とか変なやつばっかりだもんね。わかった。じゃあ今度ね、家庭的なサプライズを出そうか。お願いします。那谢谢大家今天看我们这支影片，虽然我不知道刚才文章到底拍了什么，可是就是觉得下班回家看到这些东西觉得很感动，就不太知道怎么形容那个心情。就是我在吃的时候就会一直想象，就是文章做菜还帮我买东西，然后就觉得真的很开心。因为本来想说今天还蛮晚的，就是回家就很累，想说直接洗一洗睡觉，就没想到回家他帮我准备这个，就觉得很感动，对啊。仕事を疲れて帰ってサプライズがあって嬉しかったって。明日また元気100倍で働ける。本当元気100倍アンパンマン。ね、そういうところが本当可愛い。啊，那这支影片是这样子啊，谢谢大家看这支影片，也谢谢文章拍影片，那我们就下次影片再见，大家再见，拜拜，晚安。哎呀，那的晚安可愛い。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。